今日もテレビ人の手紙から恵みをいただきたいと思っております。今日のテーマは、テーマというか中心の聖書の箇所は27節でございます。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい、そうすればあなたは霊を一つにして固く立ち、福音の宣教のために一つにして共に戦ってというお言葉であります。パウロはこのピリピの教会を思い出す度ごとに彼の心に湧いてくるものは喜びでありました。湧き上がってくるものですね。誰かを思い起こして、苦い思いをこう湧き起こってくるのではなく、本当に喜びが湧き起こってくるというのが、それがフィリピの教会の姿でありました。で、彼はフィリピの教会を覚えて祈る度ごとに、そのフィリピの教会の兄弟姉妹たちの愛がいよいよ豊かにされていくことができるように、そして何が優れたものであるのか、大切なものであるかということを見分ける霊が与えられるようにというものでした。そして彼らに義の実が満たされるようにというのが彼の祈りでありました。またパウロが投獄された、ローマにおいて牢屋に入れられたということを聞いて心配しているところの教会に対しては、いえいえ、そういうような状態自体に至ったことはかえって福音が前進したのであるからというメッセージを送っているわけですね。そして彼は言っていることは、自分にとって生きることはキリストである、そして死ぬこともまた益であるということでした。私たちはこの言葉からですね、浅くこの言葉を受け止めてはならないと思うんですね。生きることはキリストというのはなるほどと思いますが、死ぬこともまた生きだということからですね、クリスチャンは死を望む者たちであるというふうに、単純に考えたならば、これはパウロはそんなことを言っているわけではないのですね。しばしばですね、クリスチャンはすでに永遠の命を与えられているから、だからもういつ死んでもいいんだと、ですからこう生きることに対する執着はもうなくなったんだみたいなことを言う方がいらっしゃいますが、それは間違いです。私たちは決して死ぬことを望むものではないんですね。死を私たちは希望するものでもないのです。死そのものに私たちは何かの解決を見出すものでもないのです。私たちはあくまでも生きる存在なんですね。しかしたとえ死ぬことがあったとしても、それは益となっていくのだということであって、最終的には確かに私は 天国にを約束されているものではありますけれども、決して死を恋したものではないということ、これは私は申し上げておきます。決してクリスチャンはそういう、ところに希望を持っているものではないのだということを覚えていただきたいと思います。でパウロはフィリピの兄弟姉妹たちのことに対してですね、さらに続けていることは今日のテーマでありますが、あなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさいということで、そしてその福音にふさわしくというところの意味とはどういうことであるのか、その方法はどういうことであるのか、その結果はどういうことであるのかということが今日のテーマと言いましょうか、取り上げていこうとしている課題であります。まず第一のところ、第一に福音にふさわしいとはという言葉ですね。その意味です。ピリピという都市は、ローマの植民地でありました。地理的にもですね、このマケドニア地方の一都市でありますけれども、まあ、歴史的なところを申し上げると時間がどんどん長くなりますので、そのあたりは割愛いたしますが、この時代においてはローマの植民地であったわけですね。言うならば、このローマというものを切り取って
この年ねペタッと貼り付けたような、まあ言うならばリトルローマと言ってもいいかもしれません。そういうところですね。まあそれぞれその故郷ですね、今はもうあんまりあのですね雰囲気がなくなって、昔ロサンゼルスにリトル東京というのがありました。今でもあるんだ、名前だけは残ってるだろうと思うんですけどもですね、昔はそこ行くといわばそこは東京を感じさせるような街並みだって、今はだんだんそれが薄れてまいりましたけども、まあそういうようなんですね。ですからリトルローマと言われるようなそういう場所であったと思います。ローマの市民権を与えられて、ローマの市民としての文化あるいは政治経済そして生活のあらゆる面でこれを援助していたのがこのピリピの教会で町であったと思うんですね。ローマの市民権を与えられて、ローマ風の生活を援助していた。私どこ行った時か、イスラエル旅行行った時ですけどもね、あるお昼にですねレストランに入ったんですよ。みんな、まあ、団体旅行ですけどね入ったんですね。そうしたらですね、そこに私たちは何人ぐらい行ったかな、15、16人、20名弱かと思うんですけども、お昼を食べるそのものが来る前にですね、少し一つのエンターテインメントがあったんですね。ローマ風の塔があって言ってですね、ローマ風のあのものを着たあの方がですね、男性の方ですけどもですね、たらいというかこの洗面器みたいなものを持ってきて、タオルを持ってきてですね、そしてあのローマ風の足を洗ってあげますっていうので、誰かどうぞ候補者いませんかっていうような感じだったんですね。それで一緒に行った一人のご婦人の方がですね、私お願いしますみたいなところで、その長いこのベッドみたいなところで横になりましてね、でそこにこの冷たい水に足をですねこう洗って、くださいました。ローマ風の、それはイスラエルでですね、まあ、今当時イスラエルも同じように、まあ、ローマの時代であったわけ、この新約聖書の時代はあったわけですから、まあ、そういうようなことでイスラエルに行ったのにローマ風の扱いを受けたお店だったので、多分その店、多分イタリア風のお店だった、ローマ風の店だったろうと思うんですけどもね、言うならばそういうふうなローマ風の生活をエンジョイしていたのがこのピリピの教会であったということですね。で、しかしパウロはですね、あなた方の生活はローマ市民という生活という以上にキリストの福音にふさわしい生活をするようにということですね。クリスチャンらしい生活をするように、神の国の市民としての生活をするようにということだと思いますね。このふさわしいという言葉の意味はですね、辞書を引きますと、これは日本の辞書ですが、辞を引きますと、あるものが他のものと釣り合っている様というのがふさわしいという言葉の意味というふうに書いてありました。まあ一番分かりやすいのは、ご夫婦の間に夫にふさわしい妻というようなことだと思うんですね。亭主の好きな赤い星っていうような言葉がありますけども、亭主の趣味がいつの間にかですね妻の趣味ともなっていくと言いましょうか、価値観となっていくと言いましょうかね、これも一つの、まあ、ふさわしいということ、あるいは花嫁と花婿と花嫁というのもふさわしいということが言えると思う。これは聖書的ですね。花婿がイエス様であるとするならば、花嫁は教会クリスチャンである。で、花婿と花嫁とはかけ離れたら存在ではうまくないわけですよね。これは並べてみて、これはふさわしい状況というのも言えると思いますね。似つかわしい、まあ言うならば似つかわしいと言ってもいいかもしれませんですね。私たちのクリスチャンとしての在り方が
福音そのものとそれにふさわしい、似つかわしいと言いましょうか、福音を私が語り、あるいは語られている福音とに釣り合った生活をしなさいということです。で、この生活をしなさいという言葉の英語の聖書の、昔の英語の聖書にキングジェームスというのがありました。まあ日本語では禁帝訳というふうにも言われているんですけども、ここではでね、この、生活しなさいという言葉がね、何という言葉で、英語ですとコンバーセーションとこう書いてあるんですね。で、コンバーセーションというのは現代の英語ではそれは会話という意味なんですけれども、まあ会話と見ても構いませんが、しかしもともとこの言葉はラテン語のカンバーサリという言葉から派生した言葉なんですよね。で、それはキング・ジェームスの時代というのは、まあ、17世紀の頃、このカンバーサリあるいはカンバーセーションという意味はただ話し方、話し方、会話という意味だけではなくって、その人の生活全体を示した言葉であると言われております。ですから言葉ばかりではなくて、振る舞いや行為やあるいは態度全体を指していたとも言えます。ですからここでの意味は、あなた方の振る舞い、あなた方の行状、あなた方のそのような生き様全体がキリストの福音にふさわしい、イエス様によって福音によって救われたものにふさわしいあり方でありなさいということだと思います。私たちは時にしては自分の信じているものを自分の行為によって否定してしまっているという場合がないではないですね。本当に私自身もそういうことを気をつけなければいけないなということを思っているわけなんですけれども、注意しておりますが、本当に自分が今信じているもの、告白しているもの、自分の生活や習慣や何かによってそれを否定してしまっているような、打ち消してしまっているような場合もあります。ですから私たちは、またあなた方は福音にふさわしい生活をしなさいということの言われていることの意味がそういうところにあるだろうと思います。はい、第二のところについていきたい。神の国の市民とはということについて申し上げます。その方法ですね、それはじゃあ福音にふさわしいとはどういうことなんだろうか、何をどうしたら具体的にどういうことを私が心がければならないだろうかということですね。それはまず第一にはね、霊を一つにしなさいということでした。第二番目には心を一つにしなさいということでした。第三番目には、脅かされない生き様、生き方をしなさい。脅かされるものから、反対するものから驚かされることのないような生き方をしなさいということでした。まず第一に霊を一つにするということ、これは私たちのこの個人の信仰の確立です。個人信仰の確立、神と私たちの関係というものが常に確かなものにしていく、もう基本の基本だということが言えるだろうと思うんですね。それは私たちが本当に自分の生活に流されていくんではなくって、常に神との関係の中に確かなものにしていくということ。私たちは忙しい日々を送ります。ですから本当に朝起きたら今日は何もしなければならないという姿の中に入ってきます。そのためにまず大事にこれを、その次はこれを、その次はこれをと順序がパッ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 と頭の中に入ってきます。そしてその時にもう取り掛かってしまって、そしていつの間にか一日が過ぎてしまっているということがあります。もちろんそれらのことは大切なことであって何も否定することではないのですが、しかしその前に
私が神との関係において、霊の関係において、神の前に確かな位置取りをしていく。まあ、それは、まあ、よく言われていることではありますけれども、デボーションをしっかりと取って、御言葉に立って、その一日を始めていくということでもあると思います。霊を一つにして、ということが、そのことが言えると思います。次に心を一つにしてということでしたね。それは福音の信仰、個人のご知ります。福音の信仰のために共に奮闘しているとこうありますから、今度は教会員の互いの間におけるところの一つにさせていただくということだと思うんですね。これもう本当に私たちはそれぞれの中によってお互いがそれぞれ違った あり方、あるいはその性格、あるいはいろんな環境が異なります。しかしながら心を一つにするということは、そういった違いを認めながらもなお受け入れていくということが大切だと思う。そのあたりについてはですね、次の2章の方の1節2節の方には出てまいりますので、それはまた後ほど触れていきたいと思います。実際の働きとしてね、昨日一昨日と先ほど言いましたようにキャンプがありまして、そしてここで、まあ、サテライト方式といいましょうか、ここにこういう形に移してですね、そしてやったわけです。で、土曜日といいますと皆さんいつもですね1時半から集まって、そしてこの日曜日のための準備をする、お掃除をしたりお花を生けたり、ですね、この音響のセットをしたりといろんなお仕事をそれぞれの方々がなさるわけです。ところがこの昨日はですね、午後2時から4時までこの街道をそのために使うわけですから、皆さん方がお掃除に来るといってこともなかなかですねままならない。しかしね、私は本当に感謝したんですね。本当にそれぞれの兄弟姉妹たちが、あるいはその前日に、あるいはこの集会終わってから後から、あるいはこの集会中でも下の方からというふうに、それぞれの方々がそのそれぞれの持っておられるところの分野をきちんとなさって、今朝ここに来ましたらもうきちっといつもと変わらないように、毎週やってるのと変わらないような状況でこの礼拝を迎えることができるようになって、私は本当に感謝しましたですね。ああ、心を一つにしてお互いがそれぞれ持ち寄って奉仕されていく、福音にふさわしい生活ということのもう一つの面はこういうところにあるんだな。本当にそれぞれが示されたままにおいて互いに尊敬し合いながら、また自分が委ねられている奉仕をなさっていく、麗しい関係だと思いますね。そしてそればかりではありませんですね、反対するものに脅かされないで、このとあります、怯えることのない信仰。私たちは時にはですね、本当に迫害と言いましょうか、自分たちが信仰しているその信じているところの信仰の歩みの中において時々ですね、それに対する反対があり、誰も反対してくれなければ問題なかったのにも反対があり、あるいはその反対の中でも本当に自分の最も身近な存在の方からの反対があったりなどとすると、本当に動揺してしまいます。そういうような状況であります。でもね、それに脅かされることなくということでした。皆さん、フィリピンの教会ということを思うときに、一番最初にあのフィリピンの教会がですね、どのような形で誕生したかということを思い起こしてください。あの教会は首都教会を見ますとですね、まず最初から迫害を受けた教会だったんですよね。ですからフィリピンの教会の構成委員というのを見ていきますとですね、どういう形であるかというと、その迫害の一番その元になったところの
この一人の女性、この方は奴隷の方でした。いやいや、まあ精神的な何か特別な状況を持っていたのかもしれませんけれどもね、何かこの予言見えたことを言って、でそれこと、それが成果、その人を使って商売にしておったところの人たちが、その婦人が救われてまともになったもんですから、自分の稼ぎの道具がなくなってしまったということもあってですね、もう反対がありましたですよね。でそんなこんな問題が起きて、騒動が起きて、そしてこのパウルとシラスは牢屋に入れられた。ところがどうでしょうか、このパウロとシラスがですね、真剣にお祈りをしておりました時に、神様の助けがあって助かった。牢屋を番にして、番の番をしておったところの兵隊さんたちが、こうもしかして囚人が逃げ去ってしまったんじゃないかというようなことがあって、自殺しようと思ったところが、いやそうではないということでパウロにとどめられました。この人たち、この人が、私たちはどうしたらいいって言った時に、主イエスを信じなさい、そうしたらばあなたもあなたの家族も救われると、こうメッセージを聞いた。そこから救われていって教会に加わった。この教会はね、一番最初から、最初からこのような迫害の中にあった教会であったんですよね。脅かされることのない教会、霊的にそのような強められていく、あるいは打たれ強いって言うかもしれませんが、本当にちょっとや外でもって崩れることのない教会、信徒と言ってもいいかもしれません。まあ今日には本当に、まあ状況は違いますけれども、このようなコロナの中にあって、本当にですね、不自由な中を過ごさなければなりません。これもある意味においていろんな迫害といいましょうか、困難があります。しかしそれがあたかもないかのごとくにして、全く自由、今朝先ほど購読文でお読みしましたけれども、主の信頼、主に対する信頼、私たちの襲ってくるところの危険や危害や嫌味やいろんなものから守ってくださるお方のいらっしゃることに目を留めていく、それが福音にふさわしく生活をしていくということになろうかと思うんですね。第3番のことについて進めていきたいと思いますが、第3のことについて、はい、あ、これ数字が間違って3、これ3です、ごめんなさい。神の国の市民の特権ということについて、いきたいと思います。結果ということでも見ることができます。29節に目を留めてください。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです、という御言葉です。ローマ市民であるという言葉、ローマ市民としてのそこには当然保護がありますね。いわゆる有名な言葉ですが、ローマのいる平和っていうのがあります。安全、市民としてのサービス、ローマ法の中の大切、面白いことはね、パンとサーカスっていうのがあるんですね。小麦粉法案というのが通過しましてですね、そして、全ての人に最低限食べることのできるパンを作ることのできる小麦が配給されるんです。ローマ市民である限りにおいてはこれをいただくことができるんですね。
まだサーカスというのは娯楽という意味なんですが、そのことについては今触れませんが、それもう一つはね、水ですよね。これもね、すべてのローマ市民にただで分け与えられる。今は水道高いですよね。電気も高いけども水道も高いですね。でもね、皆さん、ローマの政策の一つに、ほら水道の写真見えることあるでしょ。こういう感じの中に水道流れてくるわけですね。もうね、山から水を引いて、そして全ての家庭にこの水道が、行くって言っても全ての家の中に行かないですね。金持ちの家のところにはその水が流れていくんですけれども、一般の人はある程度のところに行って、そこから水を分けてもらって、そして帰ってくるんですが、いずれにしても全ての人は、一般の人はね、水がタダなんです。で、金持ちのところの家、屋敷の中まで行く水道は、これはちゃんとお金を取るんです。だからお金持ちからはお金を取る、でも一般の人からはお金を取らない。これローマの政策なんです。非常にですね、今から考えても現代よりも行き届いているって言いましょうかね。そういうところがあるんです。ですから、彼らにとりましては、ピーピの教会にもとってもそうですけどもですね、それは特権がありました。そういう市民としての特権であります。それと同じように、神の国の市民であるところの特権、それは神の保護です。そして神様の導きです。神様の恵みです。そして神様の恩寵の中に歩むもの、これは神の国の市民にふさわしくとありますが、神の国である私たちにとっての特権であります。けれども、当時ローマの市民としてのその特権にもう一つ伴うものがある。それが何であるかというと、義務です。まあ、そりゃそうですよね。特権とともに伴っているのは義務がある。義務は何であるかというと、それは徴税と、それから徴兵です。税金、そしてもう一つは兵役に服するという、この二つ、これがローマ市民として、彼たちが、国に負わなければならないところの、義務であります。さて、それと同じように、あなた方は福音にふさわしく生活するということ、そして神の国の市民としての特権に私が歩いていくとして、じゃあ私たちが負わなければならないところの義務とは何か、負わなければならない問題は何か、それはキリストの家に苦しむことであると、ここには書いてあります。具体的にどのようなことであるだろうかということを思うときに、私たちはこの聖書に言われている具体的なことは何かということを指さすことは、なかなか明確にここから見ることはできません。しかし、聖書を読む者として私たちは、この言葉の中からクリスチャンとして私たちが恵みと祝福をいただいている、そのような特権をいただいている。しかし、私が共にキリストのために負わなければならないものは何だろうかということは、個人的にみんな違うかもしれませんですね。第二テモテの2章の12節には、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きる者にとっては迫害を受けるということは書かれております。あるいは迫害であるかもしれません。先ほども迫害については申し上げましたけれども、イエス様もまた弟子たちにこう言いました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝っているからです、という
言葉があります。これはイエス様がやがて天にお帰りなさる前に弟子たちに語った言葉でありますよね。私たちは信仰生活に入ったのは本当に良いことだらけのことだと思ったから信仰生活に入ったのに、なぜこんな苦しみに遭わなければならないのかというような思いをすることもあるかもしれません。こんな思いをするくらいだったら信仰に入るなんてやめた方がよかったんだみたいなこともある、そんな思いに駆られることもあるかもしれませんけれども、しかし私たちはここで言われていることは、キリストのために苦しむことも賜ったのであるという言葉の意味を私たちは考えていかなければなりません。私たちの信仰の上にキリストのために苦しむこともあるということをここで教えております。真の信仰とは、そのような迫害があればあるほどキリストにある恵みによって乗り越えていく力を与えられている。迫害がなくなることではない、そうではなくてそれを乗り越える力を与えられていく、それが福音ですね。有名な、もう何回も私はここのところを引用していますけれども、あのローマ人の手紙の8章というところの最後の部分のところ35節以降に見ますとですね、私たちは信仰の上に患難があり苦しみがあり迫害があり飢えがあり裸がある、危険もある、剣もあるというようなことがあり得ます。全く無風状態ではないですよね、現実の問題は。しかし8章の37節を見ますと、ローマ人ですよ、しかし私たちはそれらのものに打ち勝って余るある力がある、圧倒的な勝利者となるのだと言われています。そして39節を見ますと、いかなるものもキリストイエスにある神の愛から私たちを引き裂くことはできないのだとパウロは言っておりますね。キリストの福音にふさわしく生きる、それは恵みの特権とともに試みや戦いの中にそれを超える力を与えられていることです。福音にはそのような力が備わっているんですね、備わっている、私はここしばらくですね、毎週のように水曜日、ですね、姉妹のところを訪問して、そしてお祈りをして、帰ってきてます。で、前は去年の12月にこの胃の中にですね異物ができたということで、手術を受けなさった。でそれ自体は大したことなかったんです。ですから彼女は言ってました、受けなきゃよかったんだと、ただ医者が勧めるもんですからって、皆さん医者が勧めるからといってですね、簡単に医者の言いなりになっちゃいけないですよね彼女は最初ですからね。ところが胃の問題は問題なかったんですけども、2週間ぐらいです、ね、入院してから筋肉がダーッと落ちたんですね。お年を召していらっしゃいますから、若い者とは違ってですね、若者はそれでもですね、また元の生活に戻るとこう筋トレやなんかしまして働いたりしますと筋肉がついてくるんですけども、お年を召していますからもう筋肉戻りません。ですからもう骨の上にですね皮がついているのは自分でも言ってました、私骨皮すじえもんになりましたって言っておりましたけども、そうですから
踏ん張りが効かない、筋肉がないからお家の中で倒れるんです。それであそこぶつけた、ここぶつけたっていうようなことを言ってらっしゃるんですね。でですからもう体中がですね、このあざだらけになっています。ちょっとですね先生、こうだからですね、なかなか礼拝行けなくてごめんなさいって、いやそれはね問題ないです、そうではなくて、あなたがまず元気で何事もないことがまた一番いいんですからと言って、その代わり私の方が来て、そして一緒にお祈りしますからということで言っているんです。で彼女はこう言ってました。でも先生ね、毎朝私はね決まってねお祈りして聖書を読んで、そしてね賛美をするんですよ。あの方は昔ですねコーラス隊に入ってたんですね。まあここにいる時もコーラス隊に入って椅子に座ってコーラスしてましたけどもですね、3曲ぐらい歌いますって言ってましたね3曲ぐらい歌います。皆さんね、そういう状況の中でもね御言葉によって力を与えられ、そして祈りによって神様の確かな関係を築きながら賛美をして神様にね感謝を下げてるね。これはね今現状は本来あるべきではないような現状の中に、これも先ほどローマ人の8章にもありますように、いろんなその考えればその問題、私の信仰をにですね挑戦を受けるような状況が私の周りにいっぱい来ます。でもそれに打ち勝つ力が与えられていくんですね。90歳ですよ彼女は。うん、ですから歩く時にこう壁に伝えながら歩きながら、それでもね玄関脇でもっていつも話をしてくるわけです。この前生産式の時は先生な、もう玄関でやっぱり生産式ってまずいからね、中入ってくださいということで中に入って生産式をしてきました。信仰とはそういう調理ですよね。これは福音にふさわしく生活とはそういうことですよ。何かがない特別なですね力を与えて、寒さのようにうわーっと力を与えて、そして最後にですね壁だなんだかもう破壊するような力を与えられる、それももちろん恵みではありましょうけれども、たとえそんなことがなくとしても私たちに与えられているこの福音ですよ。この福音に私が力を与えられて日々の生涯の中に勝利を持って歩んでいくことができるんですよ。皆さん、これが福音による勝利ですね。福音にふさわしく生活することだということです。弟子たちはね迫害された時どういうふうな表現をしたかという使徒行伝のところを見ますとね、彼らはね自分たちはキリストのために苦しむものとなったことを喜んだとこう言ってますよ。これすごいですね。ああ俺たちもキリストの目に苦しみを受けるものになったんだ、ああ本物だということですね、喜んだとこういうふうに人の働きには書いてありますね。はい、最後にですねペテロ第一の手紙のですね4章の12節からですね、新約聖470ページです。そこを読んでペテロ第一の手紙の第4章です。ペテロ第一の手紙の第4章の12節からお読みいたします。
愛する者たち、あなた方の試み、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。ここに何と書いてあるでしょうか。私たちがそのような何か試練があったり何か思いがけなくても起こった方より驚いてはならないとこありますね。不審に思ってはならないとこがいてる。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですとあります。そして14節、もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の目にとどまってくださるからです。あります。私たちは福音にふさわしく生活をする、福音に釣り合ったところの歩み方をする、それは神の民、神の市民としての生き方であるということ。このような試練の時でからこそこの御言葉に聞き従いながらキリストにある勝利の生涯を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすればあなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦ってとあります。天の地の神様、感謝をいたします。明日の中ですが、本当に私たちがいただいているこの福音が、この福音で救われているという私の生活がどんなものであるかということをパウロはもう一度私たちに示してくださったことを感謝をいたします。どうか私がこの福音にふさわしい歩み方をさせていただくことができるように、日々日々あなたからの力をいただいて、この恵みに私たちが強められて主にあって勝利の生涯を歩んでいくことができるように助けを与えてください。今目前におられるところの兄弟姉妹の上に、またネットを通してこの礼拝に参加しておられる兄弟姉妹の上に、主の豊かな豊かな祝福がありますように、尊い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。